光輪タンポポは、菊クタンポポ赤、柳ヤナギタンポポ属の多年草。ヨーロッパ原産で、日本では、気化植物として定着している。別名、エフデギク。ヨーロッパ中部北部を原産地とする。日本を含めた北半球に広く気化している。禁縁種に、キバナ光輪タンポポがおり、同じく、ヨーロッパ原産で、日本や、北、アメリカに気化している。 草丈10から50センチメートル。タンポポ類に形がよく似た鮮やかなオレンジ色の花を7から8月頃に咲かせる。市街地でも見られる雑草で道端に生えている。繁殖力が強いため在来種植物への影響が懸念されている。日本では外来種であるものの外来生物法による規制は特に存在しない。ただし北海道ではブルーリストで A に 本堂の生態系統へ大きな影響を及ぼしており、防除対策の必要性について検討する、外来種に指定している。ピーターソン、ロジャートリー・マッケニー、マーガレット、A フィールド・ガイド・ツー・ワイルド・フラワーズ・オブ・ノー・シースターン、アンド・ノース。セントラル・ノース・アメリカ、ホートン・ミフリン・カンパニー・ボストン、ISBN0 から395から18万3251、ABC ・清水のりひ 森田博彦、広田新七、日本気化植物写真図鑑プラントインベーダー600種、全国農村教育協会、2001年7月26日、ISBN4 から881370855、88 P374ABCD 降臨タンポポ、北海道ブリューリスト。ありがとうございます。